じゃあ今日はいいな。これが D です。
マイナー、 F シャープマイナー、 G、 A、 B マイナーですね。これを、身につけると比較的作曲っていうことに近づいていくというのが今回のお勉強でした。そしてこの用紙いい感じだったら、先生にあげようかなと、これをコピーして使うと生徒が理解しやすくなるんじゃないかなと、教わったばっかりの人がこういうのを考えるのが一番いいんですよ。これ過去にね、ちょっと先生をやっていた時期、ウェブの先生とかやってた頃があるんですけど、わからないポイントがわからないっていう人たちが、自分がわかった瞬間に、あ、こういう教材作るといいなっていうのが思いつくんですよね。で、もう何でもかんでも分かっちゃってる先生は、なんで分かんないのっていうところに行っちゃうので、教材が、もう一つ分かりにくい教材になっちゃうという部分があります。なので、これ今日持って行って、修正する部分を教わってですね、それを手直ししたら先生にあげようかなと。昨日髪をこんな形にしました。まるでミュージシャンでしょうか。そして60を過ぎているのにこのギターを抱えて歩くこの姿、自分でもどういうことと思っています。週1でギターの教室に通うということになり、今日は2回目になりますが、今日は何をやるのかな。ギターケースがちょっとダサいなっていうのが気になっていて、こんなですが、ちょっとおしゃれなのも欲しくなっています。金はないけどね。はい、こんにちは。どうもこんにちは。今日はお迎えがありました。はい、寝る。はい、寝る。あ、いいね、えらいえらい。そして君も取っとこう。ニケヤン。ニケヤン。ニケさん、でかいね、君、こうやって見ると。じゃあね、またね。それでは、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとう。今、ギター教室を終わりました。今日の授業では、基本的にリードギターを弾くつもりはないんですけれども、その、理屈というかですね、お手軽に弾く方法みたいなことを言ったら失礼になるかな、ペンタトニックスケールなんだ、そんなやつかな、を、習ってきました。これを、伴奏の中にチラリと入れると味付けにはなりそうです。黒剣の目指すところとしては
かっこいい伴奏にいい歌をつける、これを目指したいと思います。できそうかな、練習ですね。夜になりました。昨日に引き続きというか、まあ夜中ですね、夜中に気がついて、ジャン君がこの、介護用の防水シーツシートの上で、好んで寝るようになったんですね。黒犬の足の間に、挟まっていたんですが、ちょっと昨日は、気がつかずにですね、足が苦しいのでちょっと目が覚めてしまったんですけれども、まあもしこれがいいんであれば、黒犬はちょっと、この状態になれようかなと思っています。まあまあ、ジャン君の場合はね、布団の上で、おしっこをするということは今までありませんでしたので、多分、大丈夫でしょう。むしろ、喜ばしいことですね。一緒に寝ている感がようやく出てきます。撫でたりなんかしてね。そして、問題のポンちゃんの方ですけれども、もう1週間、お布団ではおしっこをしなかったということで、このままいい感じで進んでくれたらいいなと思います。今日もですね、これから毎日のルーティーンっぽいものをやっていこうと思っています。起きてきたね、ちょっと遊ぶ。ロケンパパの枕のすぐ横でですね、スタンプ張っています。なんかお二人とも少しちょっと甘え方が独特のものが出てきましたね。あ、いい、一緒にこっちへ行きますか。うん、ブラシ？はい、ブラシね。Okay.
よいしょ。